はい、いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。久保でございます。で、広島でですね、私もガレージを探しているんですけども、で、今日の音声はね、後付けですいません。実はですね、今録音してこうやってライブ放送とかね、動画放送してたんですけども、今日はね、マイクが全く音を拾ってなくって、すごくちっちゃいんですよ。まあ、ですんで音声を後付けでこうやってね、やらせていただいてます。まあ、ここで何を喋ったのかってことをちょっと忘れたんですけども、田舎道をこういろいろと探っていって、空き家とか空き店舗とか、あと昔工場だったところとかをね、こうやって見てるんですけども、なんか売りに出してるわけでもないし、賃貸に出してるわけでもないんで、不動産屋さんとかに情報が載ってないんですよ。で、もうこうなったら、もういきなりこんにちはって言ったり、近所の方に聞いてオーナーさんと直接交渉するしかないかなと思ってるんですけども、まあ、ちょっとね、この時間まだ朝6時半なんで、さすがに今この時間に行ったら迷惑かなと思うんで、また日を改めようと思ってね、そんなことを喋ってるんですよ。で、ちょっと見てみるとね、本当に田舎町なんですけども、こうやって、道路はね、しっかりと幅があって、交通の便はいいんですよ。で、私の自宅からやっぱり10分以内なんで、まあ、こういう環境にね、トランザムのこのガレージがあるのもいいもんだなとは思いながら喋ってるんですよ。で、ちょっとアングルをね、やっぱりナイト2000のキットなんで、こういう風にボンネットに腰掛けたところをやっぱり撮りたいわけなんですよね、アメ車ですから。で、聞こえてますかみたいなこと言ってましたけども、全く聞こえてなかったんですよね。それでここで喋ってるのは、交通量も多いし見通しもいいんで、こういうところにガレージを作るのは、自分のね、秘密基地を作るのはすごく憧れるなってことなんですよ。で、ベストは昔の工場みたいなところで、家賃をね、ちょっと安く5万円前後でやってくれるところがないかなと思うんですよ。まあ、どうせ使ってないものだったら期間限定とかでもいいんで、半年とか1年でもいいんで、工場跡地を使わせていただいたらむちゃくちゃいいなと思うんですよね。やっぱそういう方とお知り合いになれたらいいんですけども、今のところね、この地区の方でやっぱ10分も行けば知り合いの方っていないんですよね。どうしようかなと思うところで、こういう店舗が見つかりました。ちょっと行くとですね、昔居酒屋だったところがこういう風に空きテナントで売りに出てるんですよ。売りっていうか賃貸に。で、ここに本当なんか居酒屋って感じでしょ。ここにガレージではないんだけども、車ボーンと置いてもなかなか様になるんではないかなと思いましてね。これ皆さんどう思われます？なんかご意見があったらお聞きしたいんですよ。前回は本当のガレージでしたけども、今回はガレージというよりもその駐車場のスペースにね、作っていくってイメージですよね。はい、住宅街なんで、すごくやりやすい部分もあります。ということでございます。今回は以上です。皆さんのお考えありましたらまた聞かせてください。それでは失礼します。